田村選手もマジか。マジか。本当だ。田村選手のウィットもほぼ銀次郎選手、炭谷選手みたいな感じでバックスタイルが違うんですよ。っていうのが田村選手です。そう、早速見つけちゃいましたね。これ書いてないですけど中村翔子選手も出てる。やば。何目今？24。ウェブで。ウェブで？中村翔子選手。多分サイズ4じゃないかなこれ。今見？あ。ヨミヤ選手？あ、マジかよ。これびっくりしましたね。今までの今宮選手持ってるで、この加工がなかったんですよ、これ。何それ？6。あ、6それ。あー、確かに。あ、今宮選手今6だよね。6です。今宮選手のオリジナルでは1秒やばとなります。で、ほらラベルも、これなんて言うんだっけ、このラベル。ちょっと調べてテロップ入れておきます。よし。で、もうこれで26かな。お25。プラスこれ源田選手がめちゃくちゃあった。これやばくない？これ軟式？公式、公式、公式だよね。めちゃめちゃない。めちゃくちゃ。え、源田選手ボディに何個あるか数えたい。いやいや、その分入んねえぞ。記録なんねえぞ。分かった。46、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29。やめてくれ。30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41個ありました。源田選手モデルだけで。やばいな。絶対売り切れない。うん。あ、これは書いてないですけど、梅野選手モデルです。そうですね、梅野選手モデルって、ここにプレートが入ってて、ただ、今年から書けないからかな。ここ2本だったのが3本に変わったんですよね。すげえ。そう。で、このバックスタイル、特徴的な。で、中に、どうですか？あ、これは、そうですね。ヒロ君。あ、ヒロ君が説明してあげてください。はい、喋れねえ。これは、喋れねえ。中村雄平選手モデルです。はい。やってんな。戦力できました。はい。何人目今？27です。あ、あった。え？え？あ、取れないけど。申し訳ないです。セーブしてきて。はい。これが小林選手モデル。書いてないんですけど、あの、Z のこっち側にあるのは小林選手なんです。他見てもらうと、全部親指側なんですよ。うん。はい。最後に見つけちゃったんですけどね。友崎選手。おぉ。僕が大好きな。アップルパンチ。ヒロトにあげたのと一緒。千賀選手。おぉ。非売品だけど。非売品。これでプロ29人目。できるですね。で、もう、もないんじゃない？あのですね、面白いこと言いましょうか。うん、オーダーサンプルを混ぜていいんだから、これのほど出てきます。ちょっと行ってみる。こっちです。多分でも、ローリングスとかは、これ多分プロ選手モデル。あれ、小川選手モデル。それ多分、小川選手モデル。多分ね。だし、大瀬良選手。マジか。で、Z で言うと、他に多分東浜選手も入ってくると思うんですけど、そして多分吉川尚輝選手。ああ、本当だ。吉川選手。これ杉谷選手。帝京魂。やば。あ、サムスだ。え？ DNA の。34。何人目は？34。これ多分森選手。え？相澤選手、さっき言ってた。江澤選手。中日、木下捕手。おお。去年オールスター出た。モデルになってたんだ。ちょっと待ってよ。差は2点です。マークはまあね、もうね。はい。で、ね、右手。これジュニア。グラブです。グラブ。ギータですよ。柳田選手。近川さん。おお。40。お久しぶりです。40。はい。ということでですね、だいぶ見てきましたけど、結構多かったね。多かったですね。結果39かな。な、まあ、ちょっとずるいのもありましたけど、切りよく40でいく。じゃあいいですか。いいですか。40。ありがとうございます。じゃあ4000円分、はい、この後ね、この後次の動画買い物するんでお願いします。ありがとうございます。サンプレなんでごちそうです。飯がいい？食べ放題。食べ放題。こっちがいいな。行ったらこっちがいいな。検証結果、このエリアには約39名、約40名40名ほどの
選手モデルの野球道具がありました、はい、でしかもアルペン東京さん面白かったのが佐藤選手、佐藤輝明選手、うん、内野と外野あったんですよ、うんうん、選手モデルによってはまた別のポジションとかで使ってるのを見つけられたりとかっていうのもありましたね。プロモデルの選手で人気選手のはめちゃめちゃ数があった。源田選手で41個、すごい公式用グローブだけで、ね、逆に軟式見つけられなかったけど、てかのランクとかを分けると、うん、もっとこうね、そうですね、坂本選手とか菊池選手とか、うん、他の選手とかねいっぱいありましたよ、はい、ぜひともねアルペン東京さんに新宿っすね、まあはい、西武新宿目の前、そうですね、来てもらって、はい、はい、購入してください。はい、それでは買いに行きますか。行きますか。行きましょう。というわけで、はい、時間がかかるので、はい、10分で買い物してもらいたいと思います。巻きでお願いします。9時11分巻きでお願いします。20分ね。はい、 OK、 よーい、スタート。いや、1個でいいや。リキッドがね、安定ですね。安定で、これすごい気になってたんですよ、翔平さんが入ってて。おー、はい。タビオ、何が違うの。膝上、膝丈、何が違うんだろう。カラーはでもどっちもこんなんだよね。ショートフィットスタイル。あ、なるほどなるほど。ユニフォーム上げるタイプの人とコンプレッションハイソックス、こっちだな、はい。3,000円弱、はい、2,600だから、あと1,000円ぐらい。1,000円ぐらい、まあ、あと800円ぐらいか。そうですね。いや、迷うな。800って難しいんだ逆に。アルペンさんって、はい、なるほど。ティゴラっていう自社ブランド、はい、出してるんですよ、はい、あのアンダーシャツとかバッグとかもあるし、そう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 、はい、でめちゃくちゃ安いんですよね。なんで僕ロジム2試合でなくなっちゃうの、ピッチャーやと大量にあっていいんで、はい、これは1個入れようかなと、はい、はい、あと430円。何か買えるな。だけどもう歌丸やめてもいいや。じゃあ歌丸やめますか。歌丸やめて1000円分ぐらいにしちゃおう。これ意外と、あ、これで歌丸でぴったりぐらいか。それなるほど、407円。確かに量販店さんとかでよく売ってるやつなんですけど、汚れ落としとかでいいんで、じゃあこれ入れましょう。はい、歌丸以外ないの。歌丸以外ないの。あ、これでもいいかも。お、俺らの靴の磨きじゃね、スパイク磨きじゃない。違うよ、ユニフォーム洗いで。ありがとうございます。なんでじゃあ両品預けりゃいいんだ。あ、それはいいね。歌丸めっちゃあるし、使わないともったいねえし。全部両品差し押し付けてる。そうする、そうする。じゃあこれで合計いくらかな。やば、ちょっとオーバーすると思うけど数十円。あ、いや、オーバーしない。ギリ、いくら。どう、はい、お願いします。お願いします。これ袋代でさらに切ったみたいな。あ、そうなの。じゃあ袋無料なんです。あ、マジですか。はい、おる。袋無料なんです。あと大阪を買い計4点で3,950円。5000円は超えてきます。アルペン東京やってんね。よっしゃ。はい、というわけで、はい、というわけでたくさんのプロモデル探せたので、こうやってプレゼント買っていただきました。で本当にね、たくさんの商品売ってるので、フロアも広いですし、広々としてるの でこの他にもバスケとかバレーボールとかスポーツ全般、ね、置いてあるので、そういった方々も皆さん、ぜひ、アルペンスポーツさんにお越しください。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。